ベーナズイール仏ト、ベーナズイール仏ト、ベネシアブート、シンド語、ウルドゥ語は、パキスタンの政治家、元首相、1953年6月21日から2007年12月27日、イスラム諸国家における初の女性首相であり、後に暗殺された。植民地独立後のイスラム諸国家における初の女性首相である。 父であるズルフィカール・アリーブットを元首相が設立したパキスタン人民党 PPP の総裁、党首となり、1988年と1993年の2度、首相に選出されているが、いずれも汚職などを理由に解任されている。2007年12月27日に政界復帰を目指して国会議員選挙運動中に暗殺された。夫であるアースイフ。 アリー・ザルダーリーとの間に、カズオ次女、長男、長女、次女がいる。現在、アースイフ・ザルダーリー、大統領と長男のビラーワル、ブッドーザルダーリーが、後継の人民党共同総裁となっている。ベーナズ・イールは、ズルフィカール・アリー・ブッドー元首相、軍事クーデター後に処刑されたの娘として、カラチに生まれた。父方の祖父は、シン人で、 パキスタン独立運動の中心人物の一人であった。1969年4月、ベーナズ・イールは、ハーバード大学のラドクリフ・カレッジ及び、オックスフォード大学レディー、マーガレット・ホール校で学んだ。1971年に、インドが東パキスタンへ軍隊を派遣し、父、ズルフ・カールが、問題解決のため外務大臣として国連へ、赴いた際、 彼女はカレッジを一時的に離れ、ニューヨークで父の助手を務めた。学生生活から離れ、父親の活動を手伝ったことは、後の彼女の政治活動への参加に大きな経験となった。アメリカ合衆国での生活の間、彼女は様々な社会問題に活発に参加した。1973年に彼女は政治学の学位を得てカレッジを卒業した。 カレッジ在学中に彼女はハイベータカッパの会員に選出された。彼女は同年秋にオックスフォードに進学し、府で修士号を得た。オックスフォード在学中に彼女はオックスフォードユニオンの議長に就任した初のアジア女性となった。これは彼女の対立候補が不正な調査を行ったことが原因で再選挙が実施された結果であった。このように、 彼女は大学において、父親の首相在任時の中ほど、国内及び海外問題に関わる政治運動と終始論争に明け暮れる日々を過ごした。オックスフォード卒業後にパキスタンへ帰国したが、父親の監禁と処刑の過程で、彼女は自宅軟禁を受けた。1984年にイギリスへの渡航が許可され、彼女は亡命したまま、 父の政党であったパキスタン人民党の党首に就任した。しかし、ムハンマド・ジヤ・ウル・ハック将軍が死亡するまでは、彼女がパキスタンにおける政治的な存在感を示すことはできかった。1988年11月16日、十数年ぶりに施行された公開選挙において、ベナズ・イールの PPP は、パキスタン国民議会の単独与党の座を勝ち取った。 彼女は12月2日に宣誓し、現代のイスラム諸国家で最年少かつ初の女性の政府代表、パキスタン第12代首相となった。同年、ベーナズイールは BE プルシで世界で最も美しい50人にも選出された。首相選出20ヶ月後の1990年8月6日に汚職を告発され、軍の指示を受けてクーデターで大統領に就任したにより、 首相の座を解任され、同年10月に行われた選挙で PPP は敗北した。その後3年間、ベーナズ・イールはナワーズ・シャリーフ政権に対する野党のリーダーを務めた。その後の選挙で再び勝利し、1993年10月19日にベーナズ・イールは首相に返り咲いた。しかし、1996年11月5日、 再び汚職を告発されるなど様々なスキャンダルが原因で大統領によってまたも首相を解任されて彼女の政権はがかいした。これらのスキャンダルのうちのいくつかは彼女の首相在任中にスイス企業に図られた便宜が含まれておりそれらは未解決のままでる。彼女の夫アースイフ・アリー・ザルダーリーはスキャンダルへの関与により逮捕され2004年11月まで 刑務所に収監された。2006年、国際刑事警察機構は、パキスタン政府の要請に応じて、ベーナズイールと夫の両名の逮捕を求める国際手配書を発行した。1999年のムシャラフ大統領による後、2002年に民政移管のために統一選挙が行われ、ベーナズイール率いるパキスタン人民党は、最大の票を得て、 国民議会で62議席を獲得した。パキスタンムスリム連盟シャリーフ派も15議席を獲得した。政府はこの事態を受けて、直ちに切り崩し工作を行い議会における両党の勢力を弱めたが、彼らに対する世論の支持を鎮静することはできなかった。政府は次に法律と国家権力によって、ベーナズイールとナワーズシャリーフの拘束にかかった。この過程で、 政府は統一行動評議会から暗黙の指示を享受することができた。それはもちろんパキスタン政界におけるベーナズイールとシャリーフの勢力が弱まることは自党の利に直結するらである。同様にムッタヒダ国民運動も議会からのベーナズイールの排除とシンド州政府の PPP 弱体化工作から恩恵を受けた。2002年 当時のパキスタン大統領パルベーズム・シャラフが首相が2期以上在任することを禁じる新たな改正をパキスタンの憲法に施した。これによってベーナズ・イールの再任の可能性は憲法上は消滅した。この改正は大統領の政敵である首相経験者ベーナズ・イールとシャリーフを狙った攻撃であると受け止められている。ベーナズ・ールは2004年秋の時点では ドバイに滞在し3人の子供ら家族と共に生活しながら世界中を回って講演活動を行い PPP の支持者と連絡を取り合っていた2007年11月の統一選挙でパキスタンに帰国し首相への帰り先を狙うことを公言していたベーナズイールは政界復帰を目指し2007年10月に帰国しカラチで帰国遊説中に自爆テロに遭遇したが その際は何を逃れた。その後、2007年12月27日、イスラマバード郊外のラーワルピンディで、選挙集会に参加中、イスラム原理主義者と思われる、テロリストの銃撃と自爆テロにより、暗殺、54歳された。自爆テロにより、集会現場に合わせた支持者や警官にも20名程度の死者が出た。後に、 アルカイラのサイードアルイコールマズリーが犯行に関与した胸の声明を出したが、詳細は不明である。ベーナズイールの亡きは、翌日に一族の墓に葬られ、彼女が総裁を務めていたパキスタン人民党は、彼女の長男で、オックスフォード大学生ビラーワル・ブッドを、当時十九歳を新総裁に、夫アースイフ・ザルダーリー、当時五十一歳を、総裁代行に選出した。 ターリバーンがアフガニスタンで勢力を伸長したのは仏統政権時代で彼女の肩入れによるものであった。ベーナズ・イールとターリバーンはこの事実が社会問題化すると相手に対する非難を応酬した。ターリバーンの政治信条によれば女性であるベーナズ・イールには政権を握る権利はないからである。しかしベーナズ・イールはターリバーンがアフガニスタンに安定をもたらし、 中央アジアとの貿易路を開くことになると考えていたのである。そのため、仏陶政権はタリバーンに軍事的かつ財政的援助を与え、ごく少数ではあるが、パキスタン国軍をアフガニスタンに派遣することすらした。結局、タリバーンは1996年9月カーブルに入場を果たした。西欧では暗殺されたことも含めて、軍事政権と、 イスラム原理主義と戦った民主化の女性投資との評価もあるが、多くの専門家は異論を唱えている。大田実生は自身のブログで仏党は封建的で腐敗した汚職政治家と断じている。また、その中で引用されている英国オブザーバー氏のイギリスの著名歴史学者の記事でも大田実生と同様の見方をしており、さらに英語はよどみなく話せても、 午後のはずのウルドゥやヤシンドゴを正確に話せない、欧米向け政治家と断じている。2014年に、ノーベル平和賞を受賞したマララ・ユサフザイは、イスラム世界における初の女性首相であるベーナズイールに衝撃を受けたと語っている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。